僕のせいだね。ごめん。なんで。そう。金木。大丈夫です、先輩。トウカちゃんは。ずいぶん様子が違うじゃねえか、眼帯野郎。とっくに死んだと思ってたぜ。君はトウカちゃんのたった一人の弟だ。殺せない。だから塗りつってんだよ、アンティークの連中。ねえ、君の秘密教えてあげようか。はあ、何言ってやがる。君が青霧で何をしようとしているのか。てめえに分かるわけねえだろ。